ました。どうやら大丈夫のようです。今ちょっと確認してみようね。左の足首を押さえてきたんですね。さあプレー再開されました。福岡ボールです。どうやらウェリントン中にピッチには入れるということのようです。今ピッチに入りました18番ウェリントンです。場内からは大きな拍手。深い位置を取りましたが対応したのは藤井です。コーナーキックのチャンスは福岡です。ウェリントンは遠いサイド、三國はゴールからやや離れた正面です。三國こぼれ球を平塚、コーナーキックですね。もう一度コーナーキックです。左足を振り抜いてきました平塚優斗です。福岡のセットプレーのチャンスは続きます。高さのある三國、ゴールド正面遠いところ、ウェリントンファーサイド、湯沢がニアサイド、左足インスイングのボール、田代でした。もう一度鶴の柔らかいボールを上げてウェリントン、ターゲットははっきりしてますね。そうですね、ウェリントン選手に対してはね、うん、名古屋の選手もね 2,3 人いましたからね。名古屋としてはリーグ戦で戦った時にこのウェリントンの一発にやられましたから、はい、やはりそのあたりのマークというのは激しくなってきますね。特に厳しくなりますよね。名古屋は今日ボランチに山田陸を起用しました。この稲垣山田のダブルボランチです。長谷川監督も前にパスが出せてテンポが出せる選手がこの山田なんだと、現状はそういう選手も必要かなという判断だという話がありました。抜けた鶴の左足振り抜いてランゲラックブロック、鶴野のシュートでした。鶴野は今シーズンプロデビュー、プロのデビュー戦で初ゴールをマークしました。こちらルーキーです。積極的に裏を狙ってましたからね、ここ思いっきりシュート打ちましたね。これを止めたのがランゲラック、天使名古屋の象徴。こちらランゲラックです。さあコーナーキック福岡です。ウェリントンファーサイドからヘッドクリアをします。こぼれ球をこのボールを収めたい、ゴールラインを割りました。ホイッスルです。平塚と17番森下のこの競り合いでした。こういう一つのプレーが、はい、フリーキックのチャンスは福岡です。さあ福岡としてはいい位置からのフリーキックということになりますが、山下さん、今度は誰に合わせるか分かりづらいでしょうね、名古屋としては ね、 そうですね。ウェリントン選手もいるし三國選手にも合わせてるんで、はい、あとはここからだったら狙っても面白いのかな。直接も狙える選択肢はいくつかある。中村選手が右利きなのでどういうボールを上げるかですね。はい、ひときわ高さのある192センチの三國ケネディエブス、
ゴール正面です。ウェリントンが遠いサイドにいます。直接狙うのか、蹴るのは中村俊です。遠ざかるアウトスイングのボール、ウェリントンピンポイントで合わせてくるか。ストレート系のボールです。奈良たつきが中に入れる。奪いたい名古屋、ボールを奪います。切り替えが早いですね。さあ剣士速攻、こっからの速攻、おっとハンドがありました。18番の永井です。早いリスタートになります。剣士速攻を誇る名古屋、このいわゆるカウンターですよね。そうですね、迫力ありますよね。永井選手のスピードを生かしたカウンターですよね。はい、10番コントロールする平塚、そして中村です。縦に鶴野を狙う、これはランゲラックが抑えます。この鶴野の裏への抜け出し、一瞬のスピード、これは福岡の大きな武器になりますからね。そうですね、すごくタイミング良かったですよね。で田代選手もよく見てたんですよね、鶴野選手の動きを。はい、さあそして名古屋ですが、この中盤ボールを奪ったのは福岡です。前が空いたぞ、柔らかいボール、亀川残した、クリアをします。前線張っているのは前田、中島、永井、この強力な前線3人でのカウンターというのは一つ名古屋のストロングポイントになります。背後を狙った鶴野、そしてウェイントン残した、折り返して中に、ね、丸山落ち着いてさばきます。森下です、持ち上がる、倒される、ファウルがあります。いや、今のはウェリントン果敢に狙ってボールを残しました。そうですね、爪の選手も狙ってたしね。はい、すごく見てますよね、ディフェンスラインもね。そうですね、フォワードの動きを、福岡の狙いもこの縦一本裏を狙ってということになるんでしょうね。そうですね、そのイメージは強いですよね。現状名古屋もディフェンスは高いラインを保っています。さあ藤井です、センターバックの藤井から、3人が流動的な動き、名古屋です。永井が斜めのランニングを見せます。泉に預けます。25番の前田が今左サイド、かわして倒される、少し手を使ってしまいましたね。早いリスタート、泉からセンターバックの中谷、裏への動き出し、中島大佳、背後を狙います。永井が足元を呼んでいる、一旦左泉からダイレクトでその永井へ、三國が抑えます。藤井から森下です、スピードがある森下、ニアサイドに前田、そして中島大佳、防いだ、三國のブロックです。体を投げ出して阻みました。この中島三國のこの攻防、見応えありますね。この森下選手の、ね、クロスボールも、ね、面白いですよね。そうですね、低くて速いボールスペースに出しましたからね、はい、よく三國選手追いつきましたね。そうですね、対応しましたね。森下から中島へのチャンスでした。名古屋の森下はこの6月には日本代表に選ばれました。欧州遠征のメンバーにも選ばれています。名古屋は日本代表選手、あるいは代表を経験している選手が、山下さん、はい、多くいるわけですから。そうですね、名のある選手がいますからね。そうですね、センターバックの藤井も今年日本代表、そして中谷、丸山も日本代表経験があります。ボランチの稲垣も A 代表経験あり、森下、そして永井、そして前線の中島は U22 の代表候補、パリオリンピック世代でもあります。実績十分の選手の名古屋です。さあボールを握ってチャンスメイク、山田選手が関わり出しましたね。
開始早々なかなか山田選手にボールが渡らなかったんですけど、はい、今やっとボールをもらいに行けてボールが出て出たら縦パスをうまく使ってましたからね、うん、はい、長谷川健太監督の狙いも一つそのあたり話していました。そうですね、どれだけ縦パスが入るか、前線3人にボールが入るかですよね。名古屋としてはその米本選手の怪我離脱というのは非常にこう痛いと、はい、縦にボールがなかなか入らなくなったんだという話もしていました、はい、そういった部分を今日は期待されての起用ということになります。山田陸です。背後を狙うボールです、うん、ウェリントン、中谷がこれはタッチ逃れました。平塚ね、激しくチェックに行く。サイドを変えます。パスボから左ウィングバック亀川、そして鶴野、センターバックに名古屋は今日は丸山を起用しています。最近失点の仕方が良くないという流れの中で、まあ、こういう時こそ声を出せる選手が必要なんだという話がありました、はい、そうですね、チームを奮い立たせる選手というのは必要ですからね、防げる失点を減らしたいんだと長谷川監督が話しています。ですからまあこれまでの失点に関しては一人の責任ではない、はい、ユニットとして一つのグループとしてチームとして守ることが大事なんだと常々長谷川監督は話します。危ない、ホイッスルがありました。中盤の攻防も激しくなっています。お互い 3-4-2-1 のミラーゲーム、まさにバチバチの戦いです。いやー、中島も譲らないぞと優勢が見えています。21歳、前線でボールをたくさん触りたい選手ですからね、はい、この中島大佳も燃えています。移籍後ルヴァンカップで初ゴールもマークしています。準々決勝の鹿島戦の第2戦移籍後初ゴールをマークしています。野心あふれるストライカーです。ベンチで戦況を見つめる長谷川監督ですが、その心中や山下さん、はい、どう想像されますか。そうですね、なかなか前線にボールが渡らないなっていうところですかね、はい、中村からストレート系のボールをファーサイド、今湯沢がこの位置にいまして、ヘッド、ウェリントンのヘッドでした。やはり強いですね、ゴール前ではね、ペナルティエリアの中では本当に強いですね。そうですね、今のシーン亀川のクロス、低くて速いボールなんですけどね、しかしウェリントンうまく合わせてきました。わずかに左でした。上川選手も分かってますよね、どういうボールを出せばウェリントン選手に合うかっていう、うん、ヘディングをしてくれるかっていうボールね。そうですね、ハイボールだけではないんだと、そのウェリントンへのボールの配球も、まあ、いろんなパターンがあると、そうですね、選択肢はあるということですね。さあ33分を経過しました。まだ両チーム得点はありませんが、福岡ここまで放ったシュートが5本です。枠内シュート1本、一方の山下さん、はい、名古屋はまだシュートを打てていないんですね。前半始まってね、裏を取ってシュートシーンまで行くかなと思ったんですけどね、はい、今少しアビスパのペースかな、主導権握ったのかな。そうですね、中盤です。長井から中島大会入った、そして右サイドに前田がいる。中島預けてファーサイドに斜めのラン、シュート防ぎました長石。それを奪ってカウンターです。ここからのカウンター脅威、福岡です。前は空いている、鶴野玲樹、ウェリントンがいる。一旦左、亀川に預けて湯沢が上がってきた。ウェリントン大丈夫ですか。福岡らしい形を作りました。今ウェリントンが倒れています。素晴らしいカウンターでしたよね、亀川選手からのボール、わざと、ね、高くやって対空時間を与えたボールですよね。そうですね、そこに湯沢ウェリントンが入るということで攻撃の厚みというものも作れています。そうですね、人数かけてましたからね、攻撃に関しては、はい、両チーム堅守速攻を持ち味とするチームです。ここまで福岡がいい形を再三作っています。手元の集計では福岡シュートは6本、枠内2本、名古屋はシュート1本、
ち1本が枠内という形になっていますが得点はありません。先ほどの、ね、前田選手ですかね、カットインしてから左足のシュート得意ですからね、はい、そのシュートはまだ1本ということになりました。ボールを握りたい名古屋としましては山下さん、はい、あのバランスも含めて今どういうことが大事になってきますか。いや本当に前線の3人にボールが出るかどうかですよね、はい、今永井選手に渡って中島選手に入ったところから攻撃になりましたからね、そういうプレーを増やすことが大事ですよね。どれだけ縦パスを通るか、前線3人にパスを出すか、すごく重要ですよね。そういった中でこのダブルボランチ、名古屋の山田、稲垣、その2人の関係性というのはどう見ますか。うまくね、稲垣選手が少し前めで山田選手がバランスを取ってるのかなという感じがします。攻撃の時はそうですね、山田選手がちょっと引き気味、はい、そして稲垣選手が前を取って縦関係にというそうですね、うまく縦関係を取ってますよね、はい、こちら山田陸、去年は甲府で天皇杯を制したその時の中心人物です。今年 J1 挑戦という年になります。平塚選手が倒れてますかね。35番平塚今座り込んでいます。場内からは平塚コールです。福岡はまだクラブとしてタイトルはありません。ただ手が届くところまで来たという現状。あ、今その福岡ですが今野がスタンバイしています、ね、山田さん、あの今野選手が急ピッチで今、うん、ユニフォームを準備しました、福岡の8番今野和也が今急ピッチでスタンバイをしているという情報入りました。あ、ちょっと立ち上がりましたが少し痛そうなしてるんでしょうか。ピッチの外に出ます平塚です。そして今野スタンバイ完了です。ちょっとどこを痛めたかっていうのはちょっとね分からないんですけど、あ、交代になるようです。前半の36分交代、小交代ということになります。平塚に代わって福岡の8番今野和也投入です。リーグ戦では3ゴール3アシストをマークしている今野和也投入。さあ今日の平塚なんですが、ここまで山下さんはどのように見ますか。まあ、すごく、ね、中盤でボールを受けて左足得意なので、ね、左足のボールをつなぎながらプレーしてたと思うんですけどね、はい、ちょっとこういう形で、ね、下がるというのは悔しいですよね。まあ、今野が2列目のポジションというのは公式戦では初めてということでもありましたね。選手ですね、慣れないポジションだったんですけど、すごくプレッシャー前からプレッシャーもかけてて、はい、ここらしいプレーっていうのはしてましたから ねその平塚に代わって今野が入りました。同じ立ち位置に入りました、ね、そうですね、前線の右が右サイドですね。ですから福岡は前線変わりました。ウェリントンワントップの鶴野今野ツーシャドウという形になりました。その今野がプレスに行く、そして奪いました。うん、終わってからもね、切り替え早いですよね、名古屋も。さあ今度は名古屋、永井から泉です。もう一度ヒールで永井アウトサイド、さあ名古屋にとってはこの18番の永井、前田、中島、大河、この3人がいかにゴールに襲いかかるのか、一つポイントになります。38分経過、泉です。山田陸、ディフェンスラインを統率するのがこの3番の丸山です。中谷、山田が落ちて一旦正面稲垣に預けます。今度は右サイド、右のストッパー藤井から森下に預けます。福岡はプレスに行く。さあプレスのスイッチが入った、連動した守備、は高いライン、その背後を狙おうという中島大河、うん、ダイナミックなプレーしますね、中島選手ね。中島に落として、そしてもう一度ポジションを取って中島が受けてという狙いです ね今も自分のボールにできたらなっていうプレーですよね、はい、中島、
それを奪った福岡です。中村から柔らかいボールスペースに流します。今野です。残した今野、おっと足を取られました。足を取られまし ました、ね。そうですね、芝がちょっとめくれてたんでね、はい、前半の36分に福岡は平塚の負傷で今野が投入されました。パスロが弾き返して、鶴野、一瞬のスピードがあります。残した鶴野、それを藤井が奪います。倒される。名古屋ボールに変わります。名古屋、大勢のサポーターが詰めかけています。2年ぶり2度目の優勝を狙うこのルヴァンカップ。名古屋はルヴァンカップ優勝1回、リーグ戦優勝1回、そして天皇杯2回の優勝。山下さん、はい、タイトルを知るクラブですからね。そうですね、一昨年のルヴァンカップの決勝では前田稲垣のゴールでセレッソ大阪を下して初優勝を果たしました。名古屋、2年ぶりの決勝進出なるか。森山、ゴール中央です。さあ出しどころを伺っています。今野に入った。ウェリントンが今左サイド外に逃げました。立ち位置を変えます。湯沢、もう一度今野、クロス、ヘッドでクリア。カウンターに行きたいところ、それを阻みます。豪華です。藤井のクリアです。いやー、セカンドボールの攻防激しいですね。そうですね、こぼれ球に対してね、どちらが早く、一歩でも早く先に触るかですよね、はい、ホームに今シーズン強い福岡としては、まずこの準決勝の第1戦をホームで勝って、うん、第2戦のトヨタスタジアムに乗り込みたい。データで見ますと福岡はトヨタスタジアムで勝てていないんですよね。あ、そういうデータがあるんですね。となりますと、何としてもこのホーム地の利を生かして今日勝利したい。ホームアンダーウェイ方式、2試合の合計得点というのは非常にこれ重要になってきますから、今日まずは何としても勝ちたい福岡。そうですね、はい、今シーズンのホームでの戦績見てみますと、福岡、名古屋ともにホームではめっぽう強いんですね。名古屋もホームでは今シーズンいっぱいです。名古屋としてもね、ここで勝って、アウェーで勝ってホームに、そうですよね、っていう形にしたいですよね。今日このアウェーの地で勝つことで、まあ、名古屋は第2戦で強いホームでの戦いに持ち込むこともできます。そういった意味でも両者譲れないバチバチの戦いです。バーバリアンレッド染まる名古屋サポーター。長谷川健太監督はかつて清水の選手としてカップ戦を制覇、ガンバ大阪の指揮官としては日本人監督初の国内3冠を達成、 FC 東京でもルヴァンカップを制覇するなど、こちらもタイトルを知る指揮官です。早くも長谷川監督は来シーズン3年目の契約更新も発表されました。危ない、さあチャンスになった。名古屋倒された。ホイッスルはない。この名古屋のカウンターは脅威です。すごく、ね、奈良選手、ね、いい対応しましたよね。そうですね、奈良選手ヘディングが、ね、相手ってしまったんですけどね、その後の対応が良かったですよね、前田選手はカットインして左足に持ち直す
でそのシュートが得意なんでそこを切りながらシュートを打たせないようにしましたよね、うん、これも湯沢の対応です。三国一旦収めたいところです。亀川が絞ってキープをする中村に預けます。それをプレスバックで奪った名古屋です。山口さん、どうぞ。前半の追加時間は3分です。前半のアディショナルタイムは3分という情報が入りました。まあ、ここまで福岡としては課題は前半は0失点で終えること、これをもうまず最低限の課題としていますが、どうでしょう山下さん、両チーム終わり方というものをこれ前半大事になってきますね。まあ、もう両チームともね0で抑える、はい、ってことは大事だと思うし、あと1点を狙っていると思うんですよね、福岡としても、はい、名古屋としても1点を取って後半に臨みたいですよね。そうですね、名古屋のハイラインに対してその裏スペースを狙おうというボールです。今野が収めます。ウェリントン今下がってボールを受けます。サポートがないか、2人に囲まれます。ゴールキックに変わります。前半のアディショナルタイムは3分です。まだ前半は2分ほど時間があります。ここまで放ったシュート福岡は6本、うち枠内2本、名古屋の放ったシュートは1本のみという状況です。名古屋としてはこのワンチャンス、縦一発でチャンスを作りたい、そのストロング出すことができるか。永井に預けます。永井が1対1抜けていこうというところですが、福岡の固いブロック阻まれます。そしてウェリントン強さがあります。1対1ファール、ホイッスルです。ユニフォーム掴んでましたね。激しい、見ていてワクワクするような肉弾戦、縦にズバッと入れてくる。キャプテンの稲垣です。稲垣は2020年からリーグ戦ここまでフル出場しています。まさに鉄人です。中島、永井が前線裏へという動きを見せます。ロングボール一発を入れてくる。中島大佳落とせるか。これもロングボール、このセカンドボールを収めたい両チームですが、さあ今野です。湯沢がサポートに上がる。ボックスインファーサイド、鶴のヘッド決まった。福岡先制、鶴のレージュルヴァンカップ3ゴール目をマークしました。まずはホームに強い福岡、1点先制です。本野選手の素晴らしいボールですよね。今野のこのクロス、インスイングのボール、ファーサイドから頭で突き刺しました。よく叩きつけましたよね。また名古屋の選手、ディフェンダー陣はやはりウェリントン選手に合わせてくると思って2人いましたよね、マークが。そうですね、その裏をね、よく今野選手見てましたよね。鶴野選手もね、そこにスペースを走り込む。ウェリントンがディフェンス2人を引きつけた中で外から入り込んできた鶴野、ヘディングでゴールを割りました。福岡1点先制。どうでしょう、この時間帯アディショナルタイムでのゴール、このゴールは大きいですよね。まずはホーム福岡が1点を先制しました。1対0。前半残された時間はもうあとわずかです。さあ名古屋です。永井が裏を狙おうというランニングがありました。もう一度ここで長いホイッスルです。前半終了です。前半1対0、鶴野レイジのヘディングゴール決まって福岡先制。前半を折り返します。さて前半の戦いですが、山下さん、はい、どのように振り返りますか。いや本当に福岡としては最後の最後で、ね、ゴール決めれたっていうのは
大きいですよね、逆に名古屋としては今の失点っていうのはすごく悔しいプレーでしたよね、あと取られ方が、ね、すごく悪かったので、はい、で今野選手にチャンスを、ね、持っていかれたなっていう感じがしますね、名古屋としましてはこのところの失点取られ方が良くないという中で、はい、まあ、今日ディフェンス一つポイントを置いてきたわけなんですけれども、そうですね、特に、ね、丸山選手も、ね、声をかけて、ね、鼓舞してたんですけどね、なかなかその失点というのは防げなかったですね。前半終わって1対0アビスパ福岡リードです。この試合はベスト電機スタジアムからお送りしています。はいはい、今ヘッドセットをつけました。はいはい、うんうんうん、そうね、うん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 、そこでね、そうね、ちょっと名古屋をしっかり、うん、盛り上げてワクワク感を出していこうか。うん、 OK です。うん、了解です。ハーフタイムでさ、名古屋がどう立て直してくるか、うん、あのベンチには強力なユンカーいますよと、うん、森島、ね、内田、こういった選手がいますよと、うん、そうね、うん、山田の賭けがちょっとどうなのかというね、テコ入れをしてくるかも。了解です。じゃあ一旦あれかな、うん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 、うん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 、はいはい、もしあれだったらあのスーパー先行で出してもらっても、うんうん、じゃあ一旦時間あるよね、トイレに、はい、じゃあ山下さん3分ぐらいありますんで、はい、はい、1分前、
2023 J リーグ YBC ルヴァンカップ準決勝第1戦、アビスパ福岡対名古屋グランパスの後半戦をお伝えします。前半は1対0でホームアビスパ福岡がリードということになりました。それでは前半のハイライトです。ルヴァンカップの準決勝の第1戦です。シュートでしたよ ね、 ね角野選手ね、もう開始早々からね、相手の裏を取ろうとしてましたからね、何度も果敢に狙っていました。そして福岡です。ここで22番の亀川、ストレート系のクロスをウェリントンヘッド、うん、でもね、低くて速いボールをねよく合わせましたよね、ウェリントン選手が ね、 ね前半は福岡の時間帯が続く中で、名古屋グランパス33分です。前田の左足、得意のシュートですよね、前田選手のね、はい、これが名古屋チーム初めてのシュートということになりました。さあ、そこからの福岡の持ち味、カウンターです。鶴野から一旦左に預けて、柔らかいボール、ウェリントン、今度はね、高さを利用したパスですよね、亀川選手の、はい、さあ、そして最初のボールはこのシーンです。福岡、今野から、このクロスにファーサイド、鶴野が合わせます。よく叩きつけましたね、鶴野選手ね。今野選手もよく見てましたよね、鶴野選手の動きを。そうですね、で名古屋の選手はね、ウェリントン選手に来ると思ったんですよね、はい、ウェリントンに相手ディフェンスが、まあ、引きつけられて、空いたところをファーサイド、ね、鶴野が腰たんたんと狙っていました。はい、鶴野玲治はルヴァンカップ、これが3ゴール目ということになりました。今年ルヴァンカップでプロデビュー戦でプロ初ゴールをマークした鶴野が、また大事な試合で大仕事をやってのけた。そうですね、本当結果出してますよね、フォワードとして ね。さて、それでは前半のスタッツです。前半のシュート数なんですけれども、福岡6本、名古屋1本です。コーナーキック福岡3、名古屋1という状況ですが、この数字から山下さん、はい、どんなことお感じになりますか。まあ、前半は福岡ペースだったのかな、主導権をうまく握ったのかな、攻め続けてたなっていう感じがしますね。はい、名古屋は逆にシュートが1本、前田の1本しか、まあ、放ってなかったと。そうですね、なかなか前線の選手にボールが渡らなかったですよね。中盤のセカンドボール、これ一つポイントということでもありましたけれども、なかなかその回収ということが名古屋はできなかった。そうですね、ディフェンスラインから後ろの方からつなぐパスでね、結構ミスが起きて、それが失点につながったんですけど、はい、そのミスっていうのはちょっと少し多かったかなという感じがします ね。ただ名古屋は、まあ、堅守速攻というのを一つチームのストロングポイントにしていまして、はい、まあ、構えるところは構えて、はい、相手に持たせるところは持たせる、そんな中守って、そこからの一本でのチャンス、そのやはり、まあ、恐ろしさ、はい、脅威というのはありますからね。そうですね、永井選手もいますからね、はい、まだまだ永井選手のスピードっていうのは生かされてないのかな、うん、相手の裏でね、受けようとはしてるんですけど、そこにボールが入らない、はい、そこ後半ね、どう立て直すかですよね。そうですね、名古屋は前線の3枚、中島、永井、前田、まあ、こういった選手が福岡のディフェンスの背後を狙うというランニングは、まあ、再三見られたわけですから、はい、狙ってはいるんですけどね、そこにボールが入らないですよね。そこに入ることによって、逆に後半は、まあ、チャンスはまだまだ訪れると。そうですね、まだまだチャンスはあると思います。はい、さて、このルヴァンカップのここまでの両クラブの最高成績なんですが、アビスパ福岡は去年のベスト4、今年もまあベスト4、うん、今年はそれ以上の最高成績がかかっているというこの準決勝です。準決勝を突破すれば、クラブ史上最高の決勝進出ということになります。対する名古屋グランパスは2年前にこのルヴァンカップ優勝を果たしました。決勝でセレッソ大阪を2対0で下しまして初優勝、その時には前田稲垣のゴールで 2-0 ということになりました、はい、やはりこのカップ戦取ってる、その経験があるというものも、やはりこういった大舞台では
重要なポイントになってきます ね、 そ、 うですね、その経験が生かされますからね、どういうサッカーをすればいいか、どういう戦い方をすればいいかっていうのは分かってますからね、はい、さあそして1点を追う形になりました名古屋ですが、名古屋の貴公子キャスパーユンカーの姿が見えてまいりました。名古屋はここで思い切ってカードを切ってくるということに山下さんなりそうですね。そうですね、となってきますと前線張っていました中島に変えてキャスパーユンカー投入ということになるのか、あるいは永井前田あたり、まあ、その3選手の中でどう交代カードを切ってくるのかということになります。あ、今前田選手の姿が見えました。そして18番の永井選手の姿も見えましたから、中島に変えてキャスパーユンカー投入ということにどうやらなりそうです。そうですね、山口さん、中島選手に変えてユンカー選手交代というカードが今伝えられました。はい、名古屋はこの後半からカードを切ってきます。77番名古屋の貴公子キャスパーユンカー投入ということになります。185センチです。リーグ戦では13ゴールをマークしています。リーグ4位の得点、強力なストライカー山下さん、はい、投入ということになりますね。そうですね、本当にスピードもあるし高さもあるし個で打開できますからね、ですからまあ前半の、まあ、中島がいた時と考え方は同じ。そうですね、はい、起点になるでしょうね。キャスパーユンカーも起点になれます。ボールを収めて、はい、一旦預けて再びポジションを取ってゴールに襲いかかると、はい、あるいは背後への抜け出し一発でという怖さも秘めています。ユンカー投入です。名古屋長谷川監督カードを切ってまいりました。ですからこのルヴァンカップレギュレーションではハーフタイムを除いて交代は3回できます。このハーフタイム以外にもあと3回交代カード、そして5枚ですからあと、まあ、3あと4人交代枠を長谷川監督がどう使ってくるのか、こちらもポイントになってきそうです。デンマーク国籍のユンカー、これまでデンマーク、ノルウェーでの経験、そして J リーグでは浦和、今年名古屋に加入してきました。まあ、非常にクールな選手なんですね、はい、そうですね、あとはゴール前での冷静さっていう、ですよね、クールな左利きのストライカー、はい、ユンカー投入です。本当シュートが上手いですからね、はい、そしてユンカーはリーグ戦では2戦連発中、まあ、個人的にも非常にいい流れなんですね、はい、あとそのユンカー選手に対して永井選手前田選手がどう関わるかですよね、うん、後半戦は迫力を凄みを増す布陣になった名古屋グランパスです。さあそれに対して福岡の強固なディフェンス陣がどうブロックをしていくか、前半のアディショナルタイムに貴重な先制ゴールをマークしました鶴野玲治です。そして前半のボール保持率ですが、手元のデータによりますと、はい、まあ、50%、50%、ポゼッションはほぼ五分五分という形だったということのようですが、前半のイメージ的には、ね、福岡がボールを持つ時間が長いかなとは思ったんですけどね、さあ福岡は 1-0 リードですが、どうでしょう、やはりもう1点を狙いに行きたいところ、そのあたり、まあ、守るべき時間帯、そして1点を取りに行く時間、そのあたりをはっきり明確にしなければいけないと思うんです。そうですね、前半の流れの中でね、前半の最後で決めれましたからね、いい流れで後半に入れるのかな、気持ち的にも楽ですよね、福岡の、はい、その後半の立ち上がり、相手の心に落ちることができるか、名古屋グランパスです。1対0福岡リードで後半45分のキックオフです。エンドが変わりました。左から右に詰めます。白のユニフォームがアウェーの名古屋グランパス、一方右エンド、ネイビーのユニフォームがホームアビスパ福岡です。名古屋は後半からこちら77番のキャスパーユンカーを投入してきました長谷川健太監督です。さあ縦にボールを入れてくる、早速入ったボックスにキャスパーユンカーがいる。ニアサイドヘッド、長石止めた、鮮やかな崩しでした。そしてコーナーキックのチャンスは名古屋です。このシーン深いところから山田陸、前田、長い石が止めます。山田選手ね、攻撃的になりましたよね、前半ねなかなかゴール前まで
入るっていう場面がなかったので、はい、後半多くなりそうですよね。そうですね。さあ後半立ち上がりコーナーキックのチャンスは名古屋です。蹴るのは泉です。角度を変えてきます。柔らかいボールをファーサイド、こぼれ球を奪った湯沢です。左サイドから持ち上がります。1対1激しい攻防、今野がサポート、それを奪った稲垣。オフサイドですかね、今野選手。オフサイドフラッグがありました。今のは森下のシーンでした。まず後半の立ち上がり、福岡陣内へと襲いかかったのが名古屋。キャスパーユンカー背後を狙った動きでした。中盤のセカンドボールです。山田陸を収めます。ホイッスル、名古屋ボールです。福岡は、ね、前半同様前線の3人がプレッシャーかけ続けますからね、名古屋としては、ね、ボールをつなぎながら前に運びたいですけどね、はい、ウェリントン、鶴野、そして今野の前線3枚が連動したプレスをかけていきます。福岡です。湯沢のプレス、ここにつこうという奈良たつきです。その穴を田代が埋めて、さあクロスが入る、流れていく。オフサイドです。今のはオフサイドフラッグ上がっています、うん、明らかに名古屋その推進力が生まれましたね。そうですね、攻撃3人前線の3人が関わりましたよね、うん、やはりユンカー選手に入ると起点になりますからね、はい、これも惜しいシーンですよ ね、 そうですね。長石が手に当てました。オフサイドフラッグが上がって福岡ボールです。キャスパーインカー投入で明らかにその推進力が生まれました。攻撃の活性化というものが見られます名古屋グランパスです。高いディフェンスライン、その背後を狙おうというロングボール、ウェリントン胸で落として中村から今野です。ホイッスルです。こちらです、中村からのボール、今野と丸山のシーンでした。今野選手もよく相手の状態っていうのを見てますよ ね、 すね、勢いよく来たので、はい、わざとボールを前に出して相手の裏から通ろうとしたんですけどね、そうはさせたくないですよね、名古屋としては、ね、そうですね、激しいフィジカルバトル、丸山今野の競り合いでした。さあ福岡はフリーキックのチャンスです。蹴るのは中村俊、高さがある。ウェリントンはファーサイド18番、そして20番192センチの三国はゴール正面遠いところ、誰に合わせてくるか、シュート、ディフェンスに当たってコーナーキックに変わります。シュートを放ったのは44番の森山公也です。藤井のヘッド、こぼれ球を森山が狙っていました。リフレクションがあってコーナーキック、守るランゲラック、ファーサイドクリア、今野、そのこぼれ球、中村のシュート、バーの上でした。迫力のある攻撃を見せました。ディフェンスクリア、今野のシュート、そしてこの球を狙ってきた中、抑えながらなんで難しいですよね、選手コントロールをしてきました。ここまで放ったシュート、福岡は9本、名古屋は2本という流れです。1対0、前半のアディショナルタイムに福岡鶴野レイジのヘディングのゴールが決まって1対0先制です。後半に入って名古屋はキャスパーユンカーを投入してきました。
位につく鶴野です。後ろからチャレンジに行った田代です。森山が一旦収めます。落ち着かせます。さあセカンドボール奪った今野、亀川が持ち上がって運んで今野、森山、よく見てますね。サイドチェンジは湯沢です。相手の人数が少ない方をよく見てましたね。そこに斜めのランスペースに中村です。サポートは湯沢、倒される、ホイッスルはありません。名古屋ボールのスローインに変わります。タッチを割って福岡ボールに変わります。今野が浮かせてクリアをします。奈良たつきタッチを割って名古屋ボールのスローインに変わります。縦に出る長井がユンカーに入るとチャンスになる。そして前田、亀川のクリア、ウェリントン後ろから激しく行きます。前からのプレス、スイッチを入れる、その背後を取ろうという長井です。対応するのは三國、ゴール前にはユンカーがいる。前田がニアサイド斜めのランニング、ファーサイドには森下が走っている。侵入ルートを探る名古屋、そこにプレスに行く福岡、連動したプレス、この縦パスを、ね、前に預けたいんですけどね、福岡のディフェンスが、ね、そうはさせない、差し込みたいところですが固めてますからね、はい、さあ奪った福岡です。今野、一旦ここで時間を作ります。鶴野、ウェリントンがファーサイドに上がります。湯沢から中村、今野、ドリブラーの今野、スイッチして中村、低いボール入れた、ウェリントンから鶴野へ、チャンスになる、打てるか、鶴野シュート、枠の外でした。慌てちゃいましたかね、ウェリントン、自分の前にボールが出てきた、そうですね、かわしてシュートを放ちましたが、これは枠の外でした。もう右足のシュートちょっと絡まったかもしれないですね。そうですね、丸山、藤井が体を入れていました。逆に福岡は、ね、ああやって縦パスが入るとチャンスになりますからね、はい、さあ高い位置からのプレスに行く、ボランチの中村が前線襲いかかりました。うん、9月のリーグ戦でもね、これでちょっと苦労したんですよね、うん、名古屋としてはね、はい、ディフェンスラインのつなぎから前線なかなか入らず、相手に取られてっていう場面が多かったので、そこでうまく、ね、山田選手とかがね、稲垣選手がうまく絡めないといけないですね、両ボランチが。その山田です。森下が絞って中に入る、そこにプレスに行く、それをかいくぐって25番の前田です。ユンカーが右のスペースに走り込みます。山田に入った、三國のクリアです。山口さん、はい、名古屋サイドですが、そのあたりですね、山田選手本人もですね、前線を生かせるかどうか自分次第だと、僕は下からゲームをコントロールしたいんで、しっかり前線を生かしたいですということを試合前言ってますね。やはり求められていること、山田は十分分かっていまして、自分がやはり下からボールを配球すること、これが求められることなんだと。そうですね、あとはそれだけじゃなく、今みたいにね、スペースを見つけて前に走り込む姿っていうのも、そういうプレーもね、増やしていければね、大きいですよね、名古屋としては。そうですね、下からつないで、まあ、前線とのその個人の共鳴をいかに出せるかが勝負なんだと山田は話していました。今度も持ち上がります。森山、ウェリントン、ゴール前には釣るのがいます。今ウェリントンもゴール前で手を挙げます。
名古屋のディフェンスラインの背後にはスペースができました。そこにプレスに行く、弾き返す丸山、泉からユンカーへは当たりません。キャプテンの奈良が阻みます。このビルドアップですね、ボランチから、まあ、山田陸が持ちていますけれども、なかなか縦に入らない名古屋、福岡が通させないようにしてますからね、いい守備をしてますよね、はい、福岡の 3-4-2-1 のミラーゲームとなっています。まさにそのスペースを作らない福岡、連動したプレス、今高い位置からプレスに行きます。ユンカーが左サイドで背後を狙っています。永井も動き出した、しかしパスが入りません。もう一度進入ルート探ります。山田陸、泉です。永井は果敢に狙っているんですが、そしてユンカー入りません。永選手もよく対応してますよね。そのセカンドボール鶴野が奪って一旦戻す、ワンタッチのパスで剥がしていきます。今度ここは時間を作ります。下から行った、今度に預けてボックスイン、ゴールラインはゴールキックに変わります。少し名古屋は、ね、守備に追われる時間が長くなってきたかなという感じますね。そうですね、福岡がボールを握る時間帯が長くなってきました。名古屋はルヴァンカップ、ここ4年で優勝1回、ベスト8、3度とコンスタントに結果を残して